過激な発言とかしようかなとか思ってたんですけど、はい、いや消せなくなっちゃうんでネット上だと。そうなんですよ、はい、そういうこといっぱいあります、ね、あります、あります。うかうかしてられないなっていうのと、俺もやらないとやられると思ったんで、うんうんうん、はい、皆さんこんにちは、東京美容外科ダンスオです。今日は、三浦会長をね呼んでお話聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。三浦会長さんとはね、うん、光さんの、そうですね、光買取鑑定団というので一度お邪魔させてもらって、ね、なんかいろいろ買わせてもらって、でも麻生さんのはもうすぐ即売してきましたね。ああ、そうですか、はい、いい商品を買ったんで。ありがとうございます、はい、いや、こちらこそありがとうございます、はい、すごい断捨離になりました、はいはい、またもしよかったらいろいろ出てきたらまたよろしくお願いします。そうですね、はい、まあちょっと時間置いてたら出てくる。なんかね、うん、物がもう増えすぎちゃって、うんうん、もう買わないようにしようかなと思ってる。いや、すごいですよね、パッと見でもどんだけあるんだろうってぐらいありますよね。家賃がかかるんでね。あ、そうですね、場所代ね、置けば置くほどクローゼットも埋まっていくし、うん、でもヴィトンの営業はきついし買わないと申し訳ないしみたいなのもいい人だから、はい、そうですよね、好きなり買っちゃうんですよね、やっぱり買っちゃうし。俺もヴィトンの営業マンだったらもう毎月来ますもん絶対もう売り上げ終わって麻生さんとこ行こうと思って、うん、でもまあなんか本当にいいものがあればいいんですけどね、うん、今のね、うん、お仕事を始められたきっかけって何なんですか。ですね、僕そのお仕事は全然好きじゃないんですよね、正直言うと、うん、その例えばなんか志があって、はい、あの麻生先生みたいに医学の道に進んで、うん、この医療の領域に行って成功されるっていうようなプロセスじゃなく、僕はどちらかというと仕事したくないなと思って、うん、ただお金なくて遊んでたらそれはプータローで社会的に認めてもらえないんで、うん、一発お金を稼いでから50過ぎてから遊ぼうみたいな人生設計を20歳ぐらいの時にしたんですよ。まあ、20歳の時にも社長になろうと思って、うん、そこからお金を貯めて25で起業したんですけど、うんうんうん、なんで今の仕事始めたのはどの領域だったら僕が勝てるかなっていうのを探して、うん、その成長してるマーケットを探して、でリユースのポテンシャルが、実はリユースってめちゃくちゃポテンシャル高くて、うんうん、30何兆円ぐらい埋蔵してるんですよ、うん、日本の中に。なるほど。それで年間に 7.8 兆円ぐらいリユース品で生まれるんで、うん、で実際の流通量は 2.5 億兆円なんで、どん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 埋蔵してるか捨てられてるんで、うん、それ掘り起こすだけじゃないですか。そしたらもう探すその鑑定書いっぱい作って人海戦術でいけば、うん、なるほど、金稼げるだみたいなので、うん、今この領域なら勝てると思って参入した。アイデアが良かったですよね。はい、物が溢れてる時代なんで、うん、欲しい人もいるけど、うん、でもお店に行ったらないけれども、うん、リユースならあるとかね。そうですね、ありますね、ありますしね、はい、そこに行かれたわけですよね、はい、ライバルは、うん、どういうところになるんですか。ライバルは、うん、ライバルと思ってるところってあまりないんですけど、うん、そんなに競合で干渉するとかないんですけど、ちょっと僕、うん、どちらかというとみんなが行く道は渋滞してるんで隣の道行こうみたいなタイプなんですよ。なるほど。ちょっと分け道で行こうみたいな感じのタイプなんで、うん、みんなが例えばこういう販売の仕方したら僕はじゃあ越境でライブ販売フィリピンに売ろうとか、みんな中国行った時はフィリピンみたいな、ちょっとずらすんですよね、海外に、はい、海外、うん、みんな EC ウェブ集客してる時にYouTube で光くんと一緒に集客しようとか、そうやって少しずらしながら先手打ってやるんで。そういうアイデアはどっからこうご自分が考えられてる。あ、僕全部、うん、経営判断自分でやってます、ね、やって、はい、素晴らしいですね。そういうところからなんですね。うん、だからもう、うん、とにかくお金を稼ぎたいっていうところですね。まあその先に遊びたいとか、うん、そういうのがあるんで、そのためにはちょっと考えて毎日考えないと、僕ぐらいのレベルの人間だったら相当思考して努力しないとうまくいかないと分かってるんで、うん、だから僕結構経営どうやったら成功しますかっていうのを DM とかで若い人たちに聞かれるんですけど、うん、僕すごいシンプルに小学校の時から予習復習してるだけみたいな感じなんですよ。うん、帰ったら一日の、多分今日撮影し終わったら、うん、今日麻生先生とこういう話をすればよかったなとか、うん、こういう時こう答えればよかったなっていう反省を1時間ぐらいして、うん、明日やることを考えて1時間ぐらい予習しとくみたいな、2時間ぐらいそういうことしてるだけを毎日ルーティンでやってるっていう、うん、意外と真面目なんですね。いや小学校だけずっと同じルーティンをやってるだけみたいですね。でもやっぱり商売ですもんね、うんうん、面白いですもんね。そうですね、面白いです。まあ稼げれば面白いなと思ってて、やっぱり自分のやりたいビジネスっていうのも、例えば
カラオケでちょっと俺うまいなと思って歌手になりたいなと思って絶対稼げないじゃないですか。でも歌うのは気持ちいいじゃないですか、はい、そういうのビジネスにならないの分かってるんで、楽しいこととか自分がやりたいことをビジネスにしても結局もともと楽しかったことがつまらなくなっちゃうなと思って。いやそれ両立するってなかなか難しいですよね。難しいですよ。僕もバイオリニストになりたいけど絶対稼げないからね。そうですよね。医者辞めてバイオリニストになりたいと思えないですよね。無理ですよね。で麻生先生やっぱりあのプライベートだとサーフィンしたりとか、はいはい、そうやってプライベート充実させるじゃないですか、はい、そういうやっぱ楽しみを置いといてお金を稼ぎ出すキャッシュエンジンを持ってるってことがやっぱ大事だなっていうのは。そうですね。そのこのバランスというか、うん、どっちかだけでもやっぱダメで。ダメですよね、うん、今なんか夢中になってること、お仕事以外はあるんですか。今夢中になってることですか。去年、の夏からサーフィン始めたんです、ウェイクサーフィン、はいはいはい、で9月10月ぐらいもやったんですけど、その後やっぱ寒いとちょっときついじゃないですか。いや、寒いの無理っすね。無理ですよね。なんでウェット着てあんな寒い中でやるだったら、うん、冬はウィンタースポーツの方がいいなと思ってて。いや、その方がいい、絶対その方がいいと思います。やりたいのは本当はサーフィンすごいやりたいですね、熱中したいんですけど、こっちにそのサーフィンするお友達が今1人2人ぐらいしかいないんで。あ、じゃあ暖かくなったらやりましょう。ぜひ誘ってください、はいはい、やりましょう、はい、やりましょう。大会でもやってますもんね、麻生先生。そうなんですけど、うん、まあ、去年プロになるっていう目標を立てて1年やったんですけど、うん、もう膝壊れましたね。壊れました。でもプロになられたんですよね。一応なったんですけど。そうですよね、はい、次絶対やってください、ね、あ、僕出ます、ね、麻生先生と世界チャンピオン目指して頑張りましょう、はい、ね、うん、そうか、仕事のコツみたいなのね聞きたかったんですけど、うん、じゃあやっぱりいいアイデアがあるってことですよね、うん、そうですね、アイデアとあとまあ、なんですかね、最初に選ぶ自分がどこのフィールドで戦うかっていう、例えばテニスと卓球どっちが稼げるかっていうので、同じ努力をしても卓球の日本一になってもやっぱり日本の中だとそんなに卓球で稼げないじゃないですか、うん、でもテニスだったら錦織選手みたいなスポーツがいっぱいついて何十億も稼げるみたいな、その領域選びが大事かなと思います。自分がどの分野で勝てるのかっていうことをまず一つ若い人は見つけるっていうことですよね、うん、そこからじゃないですかね、そこが一番僕は大事かなって。結構みんなその教育を受けると、小学校も中学校も高校もそうですけど、これが正しい道というか、うん、こういう道順で行きましょうみたいな、言い方ですよ、刷り込みじゃないですけど、うん、進学して高校行って大学行って、うん、それで企業に就職しましょう、うん、でも企業に就職した時に初任給22万とかで、うん、ね、奨学金受けて返済しながら10年ぐらい頑張るわけじゃないですか、うん、で僕その道全然優位性ないと思ってて、うん、なんで ないんですよ。だって24、5歳ぐらいで東京で22万絶対暮らせないですもん、うん、今の時代だったら、うん、なんでやっぱりもう最初から1000万ぐらいもらえるじゃないと頑張る気になれないんで、うん、まあ、そういうところをちょっと選別していくっていうのはすごい大事かなって思ってますけどね、うん、そうやって僕はやってきてますね。あまりその常識にとらわれないで。そうですよね、うん、いきなり若い子がホストになったりとかね、うん、ありますもんね。全然それでも一旦それを経て、うん、そこから社会性を身につけて身につけて、いろんなことを、あのホストでもどんな職業でも学べることはあるんで、うん、ちゃんと学んで次に生かして資金をしっかり作って、ね、戦っていくのはありかなって僕は思ってますよね、うん、結構みんな同じ方向に進むんで大変だなと思ってます、見てて。そうですね、うん、じゃあ僕も息子の進路考えた方がいいのかな。僕のやってるお仕事っていうのは、うん、やっぱり僕ができるで誰でもできると思ってるんですよ。あのそんなことないですよ。ただこのやっぱり医療とかになってくると、うん、この参入障壁というか、もともと資格がなきゃいけないとか、うん、いろんなもう設備投資もお金かかるしって考えると、やっぱこういう医療の世界を見たと戦っても絶対麻生先生みたいなことはできないなと思ってます。うん、結構見てる方って、僕もお金持ち、麻生さん先生もお金持ちとかして、もうレベル違いますからね。いやいや実際ね、そんなことないですけど、うん、三浦会長が、うん、あの、うん、挫折したことってあるんですか。挫折、はい、なんかうまくいかないことはあるんですけど、うん、挫折したとはあんまり思ってなくて、うん、でも他人から見たらとんでもなくひどいことあったねって言われることはあるんですけど、うん、自分では思ってなくて、プロセスぐらいの感じですね、うん、もうゴールするのに途中コーナーあって当たり前だなぐらいに思ってるんで、うん、あんまりその例えば
数億円騙された数千万騙されたってなっても、うん、ありますもう全部全然この経験生かして次に来い、うん、そうですよね。そのことをくぐ考えて話してもしょうがないですよね、うん、しょうがないですね、うん、カッと切り替えていい方向向いていくしかないもん、ね、ですよね。東京で仕事していてある程度成功といいますかね、うまくいってれば、うん、いろんなリスクはいっぱい向こうから来るんで、うん、でもそれを避けていたら多分何もまた新しいこと生まれないんですよね、うん、受け入れて失敗もあって成功もあってプラマイでプラスになればいいっていう感覚で、うん、それで前進していけばいいと思ってるんで。東京詐欺師多いですか、ね、めちゃくちゃ多いですよね半分以上詐欺しちゃうから。そうですよね、経営コンサルティングとかなんかそういう名刺持ってるやつ大体怪しいですからね怪しいです。はい、これは私の本の広告です。ね、この本ね、早速ね手に取って買っていただいた方から続々と感想とかね反響が来てます。とってもやっぱ嬉しいです。書いてある言葉の中でね、自分の人生をね一歩でも踏み出せる勇気を持てるとしたらもうこれほどの喜びはありません。買ってくださいね。はい、広告でした。僕ちょっと聞きたかったのは、麻生先生はこうやってこの業界でトップで、うん、やってらっしゃる、でも2年前ぐらいからこう SNS 出てきたじゃないですか。そうですね、これ僕めちゃくちゃ不思議だったんですよね、はい、何かの目的があるんですか。目的はあります。一つは、うん、まあ、似たような名前の美容外科ができたんですよ。はいはい、僕はもうずっとこう東京美容外科って、ね、そうですね、東京美容外科ですよね。まあ、間違えられることがあって、うん、で、あ、それはないなと思って、東京美容外科は僕のブランド、うん、僕が顔を出して僕のクリニックに来た人は東京美容外科っていうのを一つやりたかったっていうのと、うん、で、まあ、雇ってる先生がね次々独立したんですよ。はい、うん、でそれがやっぱりなんで独立できるんだろうと思ってて、うん、今までの僕のマーケティングって、うん、こうたくさん広告費出したりとか、うん、いろいろやってたからそんなことできるはずないのにと思ったら、うん、SNS の時代でみんな自分でインスタとか、うん、ツイッターとかそういうものを頑張ってライバルになってきたわけですよ、うん、そのうまくいかないだろうと思ってたわけです、うん、今宇宙大きいとこを離れて一人でやってもうまくいかないだろうと思ったら、いやいやうまいこと言ってると、うん、なるほど、うかうかしてられないなっていうのと、うん、まあアンテナですよね自分の、うん、ピンとフラグが立って、うん、これは僕は車に構えてたらあかんわ、うん、俺もやらないとやられると思ったんで、うんうん、やり始めたっていう。なるほど、はい、もうだってもう知らない人いないぐらい認知度ですよね今麻生先生って、うん、まあでもそれも SNS やったから、ね、うんうん、でその SNS ね今の時代僕は成功には絶対必要だと思ってます、うん、ですね。僕もそのまだまだですけど、うん、知られてると知られてないの、こう知られてることの優位性ってすごいですよね、うん、いやマイナスもいっぱいあるけれども、うん、その遊べなくなったとか、うん、変なことできなくなったっていうか失敗できないっていうのはあるんですけど、うん、でも知られてるメリットは絶対あると思う。ありますよね、うん、影響力がついた方がやっぱりいいと思ってるんで、うん、最近はだからこの、うん、SNS 使ったりいろんなメディアを使って認知度を測る、うん、この取っていくっていうのはものすごく重要で、でもこの登録者数とか再生数というところに僕はも注力してなくて、どちらかというと好感度って大事だと思ってるんですよ。まあアンチもファンだって言ってその登録者の中にアンチがたくさんいてもいいっていう方いると思うんですけど、僕はそうはあまり思ってなくて、やっぱりその僕のことを理解してくれて好きな人を集めてる方がいいんですよ。それはそうだと思います。だからいかにその難しいですけど 100% 僕のことが好きな人たちを集めたフォロワーのアカウントを作れるかっていうこととかが僕はすごく大事だなと思ってますね。それね、あ、それいい勉強になったわ、うん、なんとか増やそうと思ってね、過激な発言とかしようかなとか思ってた、はい、いやなかなかできなくて、はい、なんか例えば歌舞伎町とかで道端でチンピラ喧嘩してても人集まるじゃないですか。その集まってくる人たちじゃなくて、例えば天心たけるの東京ドームに集まってくるっていうお客さんの方が大切じゃないですか。大切、明らかに内容が違うんで。そうですね、僕はその道端の喧嘩みたいなのを絶対しないって言い出て、うん、まあ、確かに矢島集まってくるんですけど、うん、矢島ってね必要ないこととかいっぱい言ってきますし、うん、それ言ってくることによって自分もね、なんかそう自分もモチベーション下がるし、うん、見てる人も誤解しますよね、うん、そういうこと言われて、あ、三浦課長そういう人なんだみたいに言うに誤解する人もいるし、それってもう消せなくなっちゃうんでネット上だと。そうなんですよ、はい、
そういうこといっぱいありますね。あります、あります。まあ僕も経験したので、とにかく人を集めたくてっていうのでね、うん、いろんなコラボとかも。しましたよね。ちょっと衝撃的なコラボしましたもんね。あれは僕すごいなって、もう結構なリスクを背負ってやってるなって、はい。賛否両論なんですけどね。はい、まあ、未だに正しかったかどうかわからないけれども、うん、でもまあ、知らない世界を知れたかなって思ってますね。まあ、でも先生やった後に、まあ、そういうことを同じようなことをみんな結構やってきましたよね。そうですね。その一発目だったっていうところはすごかったですよね。そうですね。腫れ物にこう触るみたいな感じよね。はい、でも僕はなんかこう反面に行く傾向があって、うん、みんながこう避けるのに行きたいっていうか、うん、例えば叩かれた芸能人さんとかね、うんうん、はい、を使いたいと思っちゃうタイプなんですよ。それちょっと僕も気持ちありますね、うん、そういう、例えばスマップがジャニーズから辞めた時、うん、いや4人ぐらい抜けたじゃないですか、はい、どっちにお願いするか、それ抜けた方にお願いする、ああ分かります、気持ち分かります、はい、うん、分かります。どちらかというと反対制派 に行きたい、プラスその弱い人の味方をしたいのもありますよね、応援したいとか、うん、 そう、まあ、そこになんか喜びを感じるんでしょうね。そうそうそう、いやすごい僕、はい、分かりますね。僕もそのキャスティングを会社のメインキャラクターで新庄剛志さんなんですけど、はいはい、それって新庄剛志さんがバリ島にいた時にオファーしたんですよ、うん、で会社でその話をあのカンブレイジュにしたら、うん、みんななんで新庄剛志ってもう、うん、十何年前のメジャーリーガーの選手でしょみたいな、でそこにまあかなりそのキャスティング料払ってお願いしたんですけど、うん、でも僕もその新庄さんそのいろんな騙されたこともあってバリ島に住んで、そこからもう一回日本に戻ってきて、うん、復活しましたもんね。そうしてほしかったんですよ。でちょうどコロナの時だったんで僕はその連絡したのが、うん、なんか日本を明るくしてくれるのって新庄さんだろうなと思って、うん、あの DM 送って、うん、それで3ヶ月4ヶ月頃に戻ってきてもらって契約したんですけど、うんうん、でもそれも普通だったらしないねってところに張りに行って、うん、で結局対価はかなり大きかったと思うんですよ、うん、やっぱり監督になってくれて、もう今年優勝狙ってるって言ってましたけど、うん、まあ、監督になると思わなかったですもんね、うん、ですよね。じゃあその前にオファーしてってくれるか。あ全然前ですよ。やっぱ人見る目あるんですよね、はい、多分ね。いやなんでしょうね、その時直感的にもう、あもうこの人と思って SNS で送って、うん、でも新庄さんも毎日のように DM いっぱい来る中でこうやって見てて、うん、なぜか僕のとこだけ返信したらしいんですよ、うん、それでマネージャー紹介してもらって、マネージャーと話したら、うん、で戻ってきてトライアウトチャレンジするって話になって、そこからじゃあ、トライアウトのとこ の前ですね。前に、はい、トライアウトもまだ日本に帰ってきてない時ですから、うん、でトライアウト挑戦して、そこからまあ監督目指して、ね、やられてたんで、だいぶ反対されたでしょうね、そしたら周りの人は、はい、あのもっといろんな、ね、今旬の人たちのアイデアやっぱりみんな出てきたんですけど、全部ダメっつって、うん、新庄剛志って言ったら、まあちょっと反対というか、またなんかよく分かんないこと言ってるなみたいな空気感もあったんですけど、でもまあ監督になった時も全部ひっくり返したんで、だから例えば前渡部さんがめっちゃ戦いたい、ありましたね、まあ、宮迫さん、宮迫さん、ね、宮迫さんもそうですね、僕宮迫さん大好きです ね、うん、ね、言い方ですね、なんかこう一回膝ついた人とやりたいなっていうのがいつもあって、うん、痛みを知ってる方ってやっぱり優しいですし、うん、いろんな方の気持ちを理解してくれますよ ね、 そうですよね。でも痛み知らない方ってやっぱりちょっと何かが足りないなっていうのがあるんで、うん、あ宮迫さんみたいないろんなことがあってそれをリカバリーしてる頑張ってる方とか、うん、僕もやっぱり応援したくなる人大好きですね。やっぱりそこから復活した人はやっぱ長いですよ、うん、その長いですよね、うん、特になんか今の風潮って、世の中の風潮ってテレビとか見ても坂上忍さんとか、うん、有吉さんとか、うん、ヒロミさんとか、うん、みんなそうですよね。一回落ちて上がってきた人はもう強いですよね。強いですよね、うんうん、そういう方たちにみんな共感もするんだなと思いますし、うん、そう思いますね、うん、そういうプロセス大事なのかなっていうのは、うん、なるほど、ね、いい話をいっぱい聞けました、うん、はい、この後はですね、うん、あの三浦会長の方のチャンネルで後半のねお話をね、聞けるので、そちらの方も概要欄貼っとくので、はいはい、ぜひ訪れてってください、はい、よろしくお願いします。はい、このチャンネルがいいねと思った方はいいねと、はい、チャンネル登録もお願いします。